薬学部の6年間で辛いことベスト5をご紹介します。ようこそ薬膳師の店管理のハーフィーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。この動画では6年生薬学部における辛いことをランキング形式で紹介いたします。僕は第106回の薬剤師国家試験を受けたものなんだけれども、まあ6年間きつかったんですわ。いろいろ辛いことはあったんですけど、薬学部のイメージってまだ世間にはあんまり知られてないと思うんですね。僕は在学中に高校の友達から薬学部って6年間も大学行って何すんのって結構言われたことがあったので、今回は辛いことの紹介になりますが、皆様の中で薬学部をイメージしやすいように説明していけたらなと思います。この動画を通して少しでも薬学部に興味を持っていただければ僕は嬉しいです。本日も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、それでは中身に入っていきます。今から5つ辛いことを紹介するんですけど、最初の3つに関しては薬学部で全体的に辛かったこと、残りの2つに関しては特にこの時期辛かったなっていうところをピンポイントで紹介していきます。動画の後半ではあれこれ思ったより辛くなかったんじゃねっていうところにも触れていこうかなと思います。早速参りましょうか。第5位ですね、薬学部の辛かったこと。第5位が年間200万円のプレッシャーが6年間かかり続けることでございます。これはメンタル的に辛いことですね。もちろん保護者の方に学費をね払ってもらってるっていうのは非常にありがたいことではあるんだけれども、それが逆にプレッシャーになって試験で自分のパフォーマンスを最大限に引き出せないパターンがあったりするんですよね。でこれお金のことをいろいろ考えてしまいますと、200万円だけじゃなくてプラスアルファのコストとかも結構かかってるんですよ。地方から都内に来られる方は賃貸料であるとか、もしかしたら仕送りをしている方もいらっしゃいますよね、みたいな感じで多大なコストがかかってる中、単位を取って順調に学年を上げていかなきゃいけないっていう、この長期的な辛さっていうのが僕は割と地味に辛いことだと思うんですよね。皆さんどうですか？今薬学部の方プレッシャーとか感じてますか？日々の中で意識してないとこれは忘れてしまうんだけれども、よくよく考えてみると、今自分が置かれている状況は絶対に単位を取らなきゃいけない状況だみたいな感じになって辛かった覚えが僕はありますね。学院に関しては僕薬学部の選び方のところで動画出してるんで、もし興味ある方いらっしゃいましたらそちら見ていただければなと思います。ということで薬学部6年間で辛かったこと、第5位が年間200万円のプレッシャーが6年間かかり続けることでございました。それでは続きやっていきましょうか。第4位ですね、薬学部において辛かったこと。第4位が実習のレポート作成でございます。これはもうね、レポートはもう僕は作りたくないですねはい、実習って1年生の時からちょくちょく始まって、2、3年生で本格的に勉強と並行しながらやっていくんですよね。実習に関しては僕は実験は割と好きだったりするんで嫌いじゃなかったんですけど、その後に作るレポートがなんせ辛かったですねこれ大学にもよって異なると思うんですが、僕の大学の場合は紙媒体でレポートを作成して提出する形式だったんですよ。でこれ僕ちょっと愚痴あるんですけど、いいですか？僕の大学はそのレポート用紙が大学専門のやつが売店に売っていて、それを購入して自分で書いて提出するんですよ。こんな効率悪いことありますか今の時代パソコンとかですか、レポートを作って提出すればいいんじゃないってずっと思ってたんですけど、あの時の僕はねもう必死でこう手首が腱鞘炎になるんじゃないかっていうぐらいね、レポートを作成して提出してました。そんで大量のレポートを書き上げた、やった完成したって言って提出して終わりと思うじゃないですかこれね、再レポっていうのがあって、レポートを細かく見られて赤い字でここ直してみてくださいみたいな感じで再提出になったりするんですよ。僕の場合は2回ね提出してもダメだったんで、再レポみたいな感じで何回かね帰ってきて修正しなきゃいけなかったりするのがね、これまた辛いんですよね。どこが間違ってるかもわからないみたいな状況になっちゃったりするんで、まあそのような場合はね、ちょっと周りに頭のいい友達がいるかと思いますので、聞いていただくのが一番早い解決方法なんじゃないかなと思いますということで、薬学部において辛いこと第4位が実習のレポート作成でした。
それでは続いて銅メダル第3位の発表でございます。薬学部において辛かったこと、第3位が1から5限まで授業がある日が多いということですね。でこれに関して辛い点が2つあって、まずは朝起きるのが辛いっていうことと、そもそも授業が長いから辛いっていう点がありますよね。僕は体質的に朝得意なんで1限に行く時間に関しては問題ないんだけれども、薬学部に通われる方の中では、例えば実家からね 1,2 時間かけて通われている方もいるでしょうし、1限に間に合うっていうのが難しい方もいるんですよね。で大学の授業って1コマ80分90分とかだったりするんで、5限あったりすると、まあ、400分、約7時間を座学の授業の時間で使ってるんですよね。これ冷静に考えるとめっちゃ長くないですかしかもね、あの3、4限あたりから、まあ、実習の日とかもあったりして、終わった後に先ほども言ったレポートを作成したりするんで、大学に8時とか9時まで残ることって割とザラだったりするんですよね。うん、それを考えると、まあ、授業の時間の長さというところで辛さを感じることが多いんじゃないかなと思います。うん、僕としては1から5限まで座学があったとして、ずっと集中はできなかったですね、正直。あのお昼ご飯の後に、まあ、コーヒーとかレッドブルーとか買ったりするんですけど、もうひどい時はレッドブルー飲んですぐ寝てましたもん僕は意外と授業寝ない方ではあったと思うんですけど、どうしてもこう昼食の後の授業とかだと眠くなってしまって、あの授業をね真面目に聞けなかった覚えがありますね。まあ聞き逃してた授業に関してはね、後ほどあの録画されているものを見てですね、見直すようにはしてましたので、皆さんおすすめでございます。ということで、薬学部で辛かったこと第3位が1から5限までの授業がある日が多いということでした。それではラストスパート第2位の発表でございます。薬学部6年間で辛かったこと第2位が3年生の定期試験でございます。うん、これはめちゃめちゃ辛いですね。あの定期試験の中では3年生が一番辛いんですよ。これ言うと皆さん、定期試験って学年が上がることに難しくなってくんじゃないのって思うじゃないですか。ただ薬学部の4年生高学年以降は実務実習って言って、実際に皆さんが医療現場に足を運んで行う実習っていうのが増えてくるわけなんで、授業であるとか試験に関してはそんなに難しくなくなっていくんですね。で 1,2,3 年生がずっと座学をしてテストに受かっていくんですけれども、まあそうですね、わかりやすく例えると高校の延長上みたいな感じで、基本的には授業を受けてテストにね、合格して単位を取っていくっていう動きになるんですよ。で1から3年生の中では学年が上がるについて難しくなっていきますね。科目数に関してもすごく増えていくんですけど、1年生の時はあの期末試験ではまあ10科目とか9科目だったんじゃないかなと思うんですが、3年生になると12科目から13科目もあるんですよ。そして内容に関しても1年生の内容を分かってないと解けなかったりするので、まあ内容、科目数、このね2点においてもどんどん難しくなっていくんですよね。しかもあれですよ、テストに不合格になってしまって再試になったりすると1科目につきコストがかかってきたりするんですよね。せっかく頑張って勉強したのにお金払わなきゃいけないみたいな形になってくるんで、非常にこれはね、まあメンタルやられて辛いわけなんですよね。僕の友達だと、あの、10科目最新になった方とかもいたりしたんで、もうその時点で2万円ですよね。大学の中で2万円って結構でかいじゃないですか。まあ今では笑い話にはなってますけれども、当時はテストにね、おいてすごく辛さを感じておりました。ということで、薬学部において辛かったこと、第2位が3年生の期末試験でした。それでは辛かったことを1位に行きたいと思うんですが、その前にそんなに辛くなかったことを紹介させてください。これ2つありまして、まず1点目が1年生の定期試験でございますね。あの高校から大学に入って薬学部とすごい僕はビビってたんですよね。頭の多い人ばっかでテストも難しいかなって言ってビクビクしてたんですけれども、そんなに定期試験は難しくなかったですね。皆さん高校の時に選択科目ってあったと思うんですけれども、物理、化学、生物、物化生とかあるじゃないですか。でその中で選択してない科目が皆さんあると思うんですね。ただ薬学部に入るとこの物化生がいきなりね登場するわけなんですけれども、この3科目にすごく恐怖を感じていたんですが、意外とすんなりこう
単位を取れちゃったなっていう印象がありますね。2,3 年生のテストと比べちゃうと1年生の定期試験はまあ比較的簡単だったんじゃないかなと思います。ということでそんなに辛くなかったこと、1つ目が1年生の定期試験でした。そんで2つ目の辛くなかったことが5年時における実務実習ですね。薬学部って5年生の時に実習生がね、実際に医療現場に足を運んで学んだりするんだけれども、薬局と病院って実習に行くんですよ。これ11週間ずつ、まあ約計半年間ね、実習をするわけなんですけれども、この実習が僕はね、大変なんだろうなってずっと思ってたんですけど、一生懸命ずっとね、やってると意外と早く終わってたんですよね。実務実習をやってる中で確かに難しい課題とかもあったんですけど、初めて見る光景であるとか、医療現場で実習を行うことによって学ぶことが多かったなっていうのが僕の印象ですね。ということで、まあ、そんなに辛くなかったこと、2つ目が5年時の実務実習でした。皆さん大変長らくお待たせいたしました。いよいよ第1位の発表でございます。6年生薬学部において一番辛かったこと、6年時の勉強の継続でございます。これはね、めっちゃハードです。はい。今まで辛いことをご紹介してきたかと思うんですけども、それとは比にならないぐらい辛いですね。一番辛いんだから。6年生ってやること大きくまず4つあるんですけど、就職活動、あとは卒業論文の作成、卒業試験、国家試験っていうのがあります。で、最初の2つに関しては、大学とか、就職先によって変わってくると思うんですが、夏ぐらいまでには終わるんですよ。で、その夏以降、8月ぐらいから2月の薬剤師国家試験までですね、約半年間の間、自分の体力が続く限り、毎日、毎日勉強に励むわけなんですよね。この期間が、もう、激そうです。はい。参考程度にこの期間の僕の1日ルーティーンをお示しすると、休みの日に関してはとりあえず9時にカフェに行って、9時2時で、勉強をした後に1時間休憩をとって、3時から6時ぐらいまでですね、授業をして、で気分転換ランニングであるとか、僕の場合は動画編集をやってましたね。そしてその寝る前の2時間はまた暗記物っていう風にしてました。勉強を長い時間集中してやるっていうのは僕はできないと思うんですよ。よく1日勉強10時間やるみたいな人っていると思うんですけど、あれって集中できなくないですか？僕は無理だなって思って、で勉強時間を区切りつつ、かつどんどん短くしていくように意識していましたね。先ほどの休みの日の例で言うと、まず9時に来てここで5時間勉強します。で3時から6時なのでここで3時間とか、まあ気分が良ければ4時間ぐらい勉強します。で寝る前に2時間みたいな感じで、細かく区切りつつどんどん勉強時間を短くしていくような取り組みを意識してましたね。勉強集中できない方はこのやり方は僕非常におすすめですので、ぜひやっていただければなと思います。ということで、薬学部の中で一番辛かったこと、それは6年時の勉強の継続の期間でした。はい、皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。まあやっぱり今思い返してみても、薬学部の6年間っていうのは辛い思い出が僕にはありますね。自分の選んだ道なんで仕方ないとは思うんですけれども、まあ、当初ね、自分が入学した時思い描いていた以上に辛かったのが、僕の正直な気持ちでございます。今現在薬学部に通われている学生の方であったり、これから薬剤師を目指す高校生の方いらっしゃるかなと思うんですけれども、そのような方々が薬剤師国家試験無事に合格できるよう心から応援させていただきます。今回の動画はですね、薬学部6年間で辛かったことご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。薬学部で行うカリキュラムに関しては僕2025年最新版の動画最近作りましたので、こちらの動画非常におすすめになっておりますので、薬学部に興味ある方ご覧になっていただければなと思います。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。